はは。ジミーさん。はは。誰もいいよ、喋っていいよ。お願いします。一分前です。早っ。サンチェス。はい、来てます。あ、ごめんなさい。サンチェス。はいはい。じゃあコースハに戻します。セックス。ダメですね。ダメですね。セックス。ダメですね。性別の方ですよね。写真撮っていいですか。はい。行きまーす。はい、チーズ。はい、おはようございます。あと30秒です。一大丈夫です。声大丈夫？声大丈夫ですか？はー、オッケー。間に合います？大丈夫？もう始まるの？分からん。ちょっと待って、20秒前です。あれ、意外と。じゃあコメントは自分とひとみんで、はい、よろしく。で、メールお願いしていいですか？ひとみん喋って、ひとみん喋って。サンチェスさんメール読みます。ひとみん喋って、ひとみん喋ってほしい。あの声チェックして。はー、3、2、いきます。エービックのびっくりレディオ。あら、さあ今週も始まりました。金曜の19時にお届けするラジオの中のテレビ局、映像会社エビックのエビックラジオ。この放送は毎度おなじみ高見とバナとジョミンとサンチェスをお送りいたします。サンチェでか。今週のテーマはカレー。インド人もびっくり、ガルシムもびっくり、ヨガキレンジャーもクレビツ天魚。皆さんのカレーにまつわる話聞かせてください。はい、そして月1コーナーは高見のモンモン妄想曲となっております。妄想一筋30年もまあなってはないんですが、それぐらいの思い入れがある、うん、妄想ですね。今夜も高見の危ない妄想がとやめられない、止まらない、パッ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 ということで、モンモン妄想曲を楽しみにしてお願いします。なんで今の。番組のリクエスト、コメント、感想は avic@fmgino1.comAVIC@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンホームページをご覧くださいね。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、コマールの聞く映像プロダクション、有限会社 AVIC と、片悪解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ということで、すいません、ちょっとバタバタしておりますが、相変わらずですよ。今日ひどいですね、ちょっとね。高見が遅かったからな。俺はもうバタバタしてやばいですけど。はっちゃんのホミーさん、よしやさん、こんばんは。こんばんは。サウルのコアさん、こんにちは。クス、こんにちは。マックス、エイマックス、 NR46、 え、どこだろう。 NR46 かな。こんばんは。カレーには夏野菜入れたら眉って、うん、たまらんよね。なんで4個に分けたんだろう。分けた年頃なんです。いるかな。大丈夫かな。大丈夫かな。新しい CM ですね。本当だ。あ、本当だ。変わってる。変わってるかな、ね、あと10秒。サンチェスさんメール見れますか。それで見れる。計測で多分ちょっと。メール見れる。1、さあ今週も始まりました、エビックのエビックリラジオ。今週のテーマはカレーです。カレー大好き、うん、ね、大好き。カレーっていうテーマをね、うん、先週決めたんですが、はい、ちょっと今日バタバタしていて全然あれカレーが入ってこないんですけど。あれ、カレーの話ないの。ありますよ、ありますけど、はい、皆さんカレーにこだわりとかありますか。
カレー。カレー。例えば、うん、お肉だったらこれとか、うん、はい、ぐちゃぐちゃに混ぜる派とか、うん、トッピングはこれとか、いろいろあるじゃないですか。ありますね。サンチェさんどうですか。俺はできれば骨付きチキンがいいな。あ、いいですね。おお、軟骨までコリコリいきたいね。あ、美味しそう。美味しいんです。食べたいでしょ。はいはい、うん、サンチェさんのお家のカレーって美味しそうなイメージがある。はい、俺たちのカレーはこだわってますよ。ね、こだわりありそう。ルーから作りますからね。へ、えー、あ、はいはい、すごい。え、ってことはガラムマサラ？そう、なんちゃらマサラとか、はい、なんちゃらヒーチャラとか、はい、いろんな香辛料を混ぜて、ルーからマイマーダーが作ってますね。もうスパイス出てこないの？スパイスの名前が出てこない。ターメリックとか、そろそろ。メタリックとか、はい、なんちゃで、なんちゃん、うっちゃんなんちゃんとかいろいろ入ってます。出るか。なんかわかるけどさ、めっちゃうまいっす。ひとみはどうですか？私？うん、なんかカレーにこだわりっていうか。あー、そんなにこだわりないけど、なんかカレーあれが好きなの、完熟トマトと。はいはい、ハムナスを入れたカレーとか。うまそう。あー、トマトカレー美味しいですよね。そう、俺もトマト好きなんで。なんかあの野菜が入ってるカレーが好きで、はい、肉は？肉ももちろん好きだけど、肉はあのゴロッとした、あのでっかいビーフ。そうそう、こうゴロッとしたやつ。いいね。肉は何でもいいんですか、種類は？何でもいい。ゴロッとしてれば。うん、何でもいい。ああのね、沖縄のおばあちゃんが作る何でも肉がチャンプルーしてるカレーも好き。何それ。あ緑色のやつじゃなくて、要はいろんな肉が入ってても。そう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 、なんかポークとか豚肉、はい、牛肉とか何でも入ってて。いいね。美味しいわけ、これが意外と。これね、ポークに関しては結構好き嫌いが分かれて。俺ポークはちょっとあれなんだよ。ポークのね、あれ完全出ますよね。要はいいところも悪いところって、要はポーク、ポークっていう。確かにポークの味って強いよね。美味しいけど、うん、ここを肉にしてくれよと。なるほど。そうなの。そう、ご飯と合うさ、ポークが合うけども。そう、好きな人は別に何も気にしてないけど、そうでもない人は意外にね、このポークのこの、うん、匂いっていうか、この独特な感じが、味がちょっと気になるみたいな、エキスがみたいなのね。給食に出てこみ、こなかった？マジ？あ、出ました、出たことありますけど。ポークでしたよね。豚だった気がするけど、ね、あれ、そうなんだ。マジ？違う。ポーク、でも家だったらたまに出たかな、ポーク。あまり余ったポーク入れるとか。あー、それはやっぱ処理処理で余り物入れるっていうのはあるよね、うんうん、カレー。ゴーヤーは？あー、美味しい。美味しいよね、うん、ゴーヤーもうまい。美味しい美味しい美味しい。給食で出てきた時に大好きになった。珍しい子だ。なんで？結構あんまみんな食べないでしょ。苦いし。そう。てか野菜とか全部なんで何でも入ってていいですか？皆さんカレーには。要なんかオクラとか入ってたら嫌とか。あ、好きとかいいじゃないですか。全然ね、俺も全然野菜何でも入っても好きなんです。基本的にカレーに何入れてもうまいっす。うん。何でも美味しくなる。あの量が混ざれば。あ、なんかさ、納豆入れる人もいるって聞いた。あ、いますね。そうか。上川屋さんが。あの入れるんですよ。納豆好きでカレーにも入れるって言って、前テレビでやってました。食べて美味しいよ納豆は。美味しそう。試したことはないけど。試したことない俺も。なんかあのコクが出そうだよね。うんうんうん、出るよ。カレー類だし。なんかいい意味で、うん、なんかこの納豆の独特の、うん、その臭みじゃないけど、あのあれじゃないですか、うん、あれが消えるんですかね、カレーで。いや、臭いのは臭いんじゃん。臭いんだやっぱり。多分納豆の風味はありそうな気がする。納豆は納豆で食べたい。そう、俺もそうなんですよ。分かっとらんの。そうなの。混ぜた方が美味しいんですって。いや、納豆は納豆で食べて、うん、ご飯にかけて食べて、カレーにも入れて食べて、うん、3つの味を食べて同時に。納豆カレー食べるときに納豆は出てこない。納豆ご飯とカレーを食うの。朝と夜さ、朝と夜。ああ、そういう分け方は全然いいな俺。1週間カレーでも。ああ、全然いい。いける。俺あれ、サラサラカレーが好き。ああ、シャバシャバ系ね。シャバシャバ。スープカレーまでいかないですか。もう全然大丈夫。全然美味しい。へえ。あ、でもこれも分かれますよね。うん、一晩置かない方、はい、置かんスープカレーっていうか、このシャバシャバいいですけど、味薄かったらですね。薄くてシャバシャバだったら、ある程度欲しいね。ちゃんと味ついてるんだったらね。そう、私が聞いてる、うん、その薄いシャバシャバのスープ、うん、カレーとかはいいけど、うん、うちなんかさ、うん、お家が節約、うん、家だったのか、うん、カレーがすごい薄いよ。なんか悲しいんですけど。薄かった記憶があって。なるほど。そう。あれかな、昔の沖縄の缶詰のカレーパウダー使ったやつかな、
あのめっちゃ黄色い食堂にあるような、 あれ小麦粉から作る、あれ小麦粉か、あそうなの、なんか食堂のカレーめっちゃ黄色い時ありますよね非常になんかえこのエル本当に売ってんのみたいなあるやん、あれ作ってるんでしょ、カレー粉じゃないよ、あれ作ってんだ、あのあカレーのなんだっけルー使ってなくて、あ小麦粉とあとカレー粉結構入れてる、小麦粉でできるのね、ブラウン軽食とか保育園低学年の人たちカレー、うん、そんな感じだ、あそうなんだ、やっぱりえじゃあ食べてるんだ私たち、思うけどうち、うん、お母さんがあのコボさんやってたから、はいはいはい、よく持って帰ってきたから、ね、これ沖縄だけかな、いや違うじゃない、まあ、沖縄の人に聞かれてもって分からないなテレビでさ見たんだけど何だったっけな、ねあれあれあれあのなんだっけ地方のさここだけのやつじゃないみたいなの、あー県民賞、県民賞ね、あ県民賞、県民賞でやってた気がする、この沖縄のケット、あじゃあそうかもね、うん、うん、そうそう、あれじゃあの黄色いカレーでしょ、黄色いカレーあれでしょ、あれが沖縄だけってこと、うん、やっぱあ多分沖縄だけだ、見たことない、ね、あのコメントどんどん来てますが、どうぞどうぞ、あの沖縄県外の方、このあるかな、そのカレーって見たことあるかな、教えてほしいです、なさそう、うん、いろいろねコメントも来てますから読んでください、はい、てるるるさん、はい、スパムとかチューリップとかの缶詰です、あごめん何これ言う前に確かめてない嘘でしょじゃあ一番最初にやったから読んじゃった放送禁止用語読むタイプ危ないな、これ何に対してなの、最初の話じゃない、ブロックの、あの下にしていや下にしようとしたんだけどこれあのマウスがねうまく操作できないんだよね、カレーは松坂牛は、うん、君どこの人ですか、松坂牛兵庫県かな、松坂牛売れてる人いるの、カレーは松坂牛、いやいやマジマジにするなよ嘘だ知らないですよ、 NR どうなんだろう、俺ピュアだからさ、ね、今ピュア俺も信じていましたけどねでも美味しそう、うん、松坂牛って牛じゃないの、あ今松坂牛って言ったらダメなんですよ、松坂牛でしょ、なんでなんで、いや松坂ですねそれも、またややこしいな、松坂牛、松坂牛、松坂牛、そっか松坂牛、三重県か、松坂、三重県松坂市、めんどくせえな、そうあ違う松坂市らしくて松坂牛、松坂牛、あ松坂牛、牛、松坂牛は牛で食いてね、カレーには入れたくないそうだね、ちゃんとあれはもうステーキの味を高い味として、うん、ちゃんと楽しみながら食べたいですね、うん、関東はカレーといえばポークってハチーさんが言ってます、マジ、関東の人スパムって言うんじゃないの、あ県内で俺スパムっていうイメージがあるな、違う違う、あ多分ポークってあれのことでしょ、あ豚のこと、同じポークじゃなくて、あそういうことね、そのポーク豚肉ってことでしょ、あってことだよね、そうそう、豚肉もいいね、おいいね豚肉、美味しい美味しい、あ豚肉の大きめで切ってゴロって入れてるのがやっぱ好きだな、最高だね、うん、そっか、うん、豚でしたっけ、に牛でしたっけ、火通しても硬くならないのは、えは硬くなるんじゃん、なんか煮込みすぎたら硬くなるのならないやつだってなかったでした、え硬くならないやつ、どれそれは、豚硬くならなかったでしたっけ、え豚はそんなに硬くない、なんだよなんかこの情報、なんだそれ情報源が、何情報だよ、これで広げたくないなやめようかな牛、あ待ってハッチーさん、牛下に行っちゃったねそうそう豚肉よってハッチーさんが言ってますね、沖縄でポークカレーって言ったらあれなんですよ、県外の方で言うスパムのことね、うんうん、でも県外で言うポークカレーって言ったら豚肉なんだよね、うん、なんかややこしいねこれ、うん、ちゃんと決めよう、うん、その缶詰のポークなのか、うん、豚肉を使ってるのか、うん、なんて決めた方がいい高見でも商品名ですからね、スパムも商品名ですし、ポークも多分チューリップのポークランチョンミートのことでしょ、うん、いや違うのか、ポークは豚だもん、うん、あじゃあ県民がポークって言ってるだけなんですか、ココイチとかの分け方もビーフとポークだよ、あそうなんだ、うん、へえ、あじゃあポークは別に商品名ではないんですね、うん、固定観念だ俺らの県民性だ、どっからスパムは多分商品名、あでスパムカレーにしよう、そしたら、うん、スパムカレー、うん、スパムカレーって言った方がピンとこない、うん、でもスパムじゃないやつ使ってる時はチューリップカレーあちゃんと言おう、あなるほどね、曖昧にするのはやめよう、なるほどね、なんか細かくなるなそれだと細かいけどなんか分からんさ、うん、一瞬で味が分かれば、味が変われば分かるけどね、お店で聞く、お店でポークカレーですって言ったら、うん、あのこれってあの缶詰のスパムのやつですか
聞かない最初。聞かないね。沖縄でポークカレーって言ったらもう完全にそっちのスパムだ方だから、ね。そうそう出てくるから。うん、県民性なんですよ。たまにポークカレー頼んで、あの豚肉が出てきた時はちょっとなんかあれいいなっちゃう。ポーク食べたい時はね。そう、うん。美味しいけど美味しいけど。ポーク食べたかった俺。うん、あの。カレー頼まないですね。ポークカレー。それポークと卵っていうか。いやいやいや違う違う。なんかポークが入ってるカレーが食べたい時があるのよ。ジュワルだな高橋。そうだよ。一瞬に一瞬そう思っちゃった。味違うじゃん。そうですね。そう。だから好きな人は好きなんでしょうね。そうだね。自分はあんまポークカレーあっても頼まないかも。そうね。やっぱビーフでしょ。俺チキン、ね、俺結構気分によってビーフもだけど。3種類使い分ける。うん使い分けますか、うん、豚、牛、チキン、コストで負けるな、結局鶏肉な、うん、いや、鶏が一番好きだ、まあ、鶏だね、うん、鶏なんだよ、骨付きの鶏なんだよ、敵はい、コメント拾っていきますか、お願いします、はい、マウスの調子が悪いですか、読むやつ決めてからじゃあ読みたいんだけどさカレーのこだわりは甘口、サウロの心さん、あ甘口か、へえ。あ、今ココイチで、はい、辛さの調節だけじゃなくて、うん、甘さの調節もできる、そんなことあるんですか、今甘口でやってるんですよね、変わったの時代は、ココアラとかじゃなくてゴアマ、ゴアマみたいな、へえ。ゴアマ甘々でみたいな、もうなんか飴のように甘いらしい、いやだそんなカレー、え、カレーカレー飴みたいな、インド人大丈夫ですか、怒らないですかこれだからね、でもインドのカレーともう日本のカレー違いますからね、インドのカレーはどんなカレーなの、インドのカレーは、うん、まずなんだっけ、シャバシャバなんか結構小麦粉で、小麦粉使ってなかったんだったかな、あとろみつけてなかったんだったかな、あーそうだね、本場のカレーは結構シャバシャバしてるって言ってたのを、うん、まずインド、イギリス、日本の流れで来たらしいですよ、だからもともとはイギリスから日本のカレー、うん、で、だからインドのカレーがまたイギリスで変わって、でイギリスのカレーがまた日本に来た時に変わってみたいな、日本式に、だから2段階で変わってるらしいですけど、うん、ということで、うん、この、ままですねテーマカレーで盛り上がっていきますので、一旦スポンサー紹介の方に行きたいと思います、お願いします、ひとみん1世帯2世帯痩せたい、あ、何解体だよ、ちょ最初で言ってほしい1世帯2世帯1世帯2世帯、あ、もう一回やります、あ、やってみようか痩せたいって自分の名前言ったから1世帯2世帯解体リングでおなじみの、はい、解体リングでございます、なんかつながらないよね、1世帯2世帯の解体リング、自分の中で2人でしょいやいや、マナさんがあるからせっかくだからちゃんとうちが作ったコマーシャルでね、1世帯2世帯やいやいやいってのがあるんだけど、うん、私1世帯って言ってる方なんで、うん、そう出てるんだよ、うん、俺も言いたい、そんな人1世帯って言ってる方ですって俺も言いたい、はい、スポンサー紹介とか、はい、まあ解体リングですね、おなじみですね、はい、はい、メリットすごく大きいです、あの工事関係者の方、うん、安全に効率的に、再利用できます、はい、ベニヤ板つめず再利用できます、うん、でコンクリート面も傷つけません、最高です、本当にコストの削減を図ることができますの で、はい、ぜひぜひおすすめの商品になっております、うん、本当に最近注文も増えてきてるということで、いいですね、あれからまた増えてきたんですか、ですね、すごい、うんうん、絶好調ですよ、うんうん、なので型枠解体の職人不足の方、はい、会社の方、ぜひぜひ解体リングおすすめしております、はい、はい、098-831-9202 e メール info@条件.net まで、お問い合わせください、よろしくお願いします、お願いします、コマーシャルです、いっちゃるい、なんだ今なんだ今のなんだ今のなんだあ、そうなんだ、うん、中華の国の方々が商標登録したから、うん、あ、そうなんだ、何が何が、じゃあ、あっちにもなんか松坂牛みたいな、なんかそんなひどい話なの、このなんか地名があるんですかね、松坂ってつくね、同じ、もうやだこんなのなんかあるんでしょうね、かな、あ、なんかこれニュースでやってたよ、へー、うん、意味わかんないですよね、これ何なんだろうね、俺シャバシャバカレーいただけないっていうこのハッチャンドホーミーさんの分かるんだよな、お腹下し、なんだよ、やめよう、あ、分かった、お腹下しやめよう、俺全然大丈夫なんですよそういうの
あと10秒。気分によってシャバシャバカレー食べたくなるときある。あるよね。5、4、3、たまに食べたら美味しいよね。2、1。はい、ということで、エイビックのエイビックリーラジオ始まっておりますが、今週のテーマはカレーとなっております。違いますよ。はい。カレーってカレー臭ね、メールも絶対バカ言うと思ったカレーってあ、カレー、そっか、そっちのカレーでもいいのか。いいよ。そうだよ。そうですね、年を重ねる方ですね。でもなるべくね食べ物食べ物と絡めたくないねカレーないか。なんかカレーでいい、あ、カレーライスいいかな、楽しい感じでやってるから。うん、おー、ファールの心さんからコメント来てます。カレーせんべい食べてご飯食べる。マジ？甘好きですね本当に。ただ分かる。分かる。分かるな。亀田製菓、うん、のカレーせんべいあれじゃないですか。うん、あの黄色いあの。はいはい。あれ本当に食べたら止まらなくないですか。え、そうなんだ。美味しいですよあれ。はい。ご飯といける？ご飯とはいけない。でしょ？あれは美味しいじゃん。うまい、めっちゃうまい。本当にうまい。スパイスの付け方。本当に。あれはパン類は？カレーパン、カレーパン好き。カレーパンやばくない？うん、特にさ、ハマってるのがあのアントシモのカレーパン。アントシモ、うん、アントシモ知らないですか？知らないです。アントシモってこと？違う、ね、アントシモ、アントシモ、カタカナでアントシモっていう、はい、あの揚げパン屋さんがあるんですけど、やばい、うまそう。もともとはあの、ま、前島の方だったかな、前島、なんかあの、はい、あの辺にあったんだけど、どん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 店舗拡大してって、うん、今チャタンの方にもカフェアントシモっていうのが、やっぱり全然知らない。うん、アントシモ、アントシモ、あのね、 A パン、 G パン、 B パンとかなんかそういう感じ。ああ、気になる。わかる？何それ。思い出した、うん、なんかチラシ配、ま、なんかもらった、なんか、うん、なんか新都心っていうか中でなんかオープンするからみたいな。そうそう、ね、あ、こっちにもあの、はいはいはい、FM ギガワンにもフライヤーが多分置かれてると思う。あ、そうなんだ。見た見た、うん、そう、 C パン、サロの心さん、 C パン、 C パンは何？あ、そう、カレーパン、C パンがカレーパン、うん、B パンは？ B パンは紅芋パン。ベニーパンはアンパン。アンパン、うん、餅が入ってるんですよ。やばい、頭文字になってんだ、ちゃんと。そうそうそう、餅が入ってて、俺今言おうとしましたよ。何て？ G パン、ジーパンって何？ジーパンはごま、ごま、なんだっけ、え、チームあるの？ごまなんとかの、ごまが入ってるやつ。そこは生地で入れてほしかったね。ジーパンなんすか、バナさん。え、なんだろう、 H パンって言いました。でもなんて、 H パン、なんて、やめろ、ちょっと待って。やめろ、また違う箱に行こう。どうした？ホットパンツ。わぁ、すやしぼに行こうって。全然しぼじゃない。ホットパンツしぼじゃないですか。違うよ、絶対今なんかそんな勉強したでしょ。違う、ホットパンツって言ってました、まず。うん、違う、言ってないですよね。ホットパンツしまった。大体つけてるでしょ、スピード。なんか乱れたらそっちに行くのかなって、もうなんか拒否反応が。すぐクレームが出てる。そうそう、クレーム出ますよ。はい、あ、ケイさん、どうも、グッドイブニング。グッドイブニング。とバイト終えてスマホで聞けてます。お疲れ様っする。ありがとうございます。あれ？このブリッジ何？俺がちょっと今流行らそうとしてるやつなんだけど。あ、わかりますよ。なんか分かりやす、分かりにくくてさ。あ、ごめんね。ごめんな。空気を覆うように やらせないで。このやばいやばい、やらないと、この空気やばいっていう。やらせない。ごめんや。もうちょ、俺ができればいい感じだった、今は。すいません。ブルガリさん。はい。昨日わしや、お前、参上って、どういうのあれ？何を言ってるのか、全然聞こえない。昨日はわしや、来たぜお前、参上。そう。どういうんだ。絵が20文字ぐらい、えーって書いてますよ。あ、シャリマンの下にいた人かな。あれ、俺が一生懸命手振ってた人。アイコンが BMI のブルガリさん。BMI って何？BMI、あ、BMI じゃないのこれ。はい。う？BMW。BMW。BMI。BMI って何？体脂肪のやつ。あ、そうそうか。体脂肪率だよそれ。それるな。それそう。そうだ。BMW に来そう。カレーなんしよ。だからバナさんはどうですか、カレーこだわりっていうか。うん、え、さっきのがこだわりなんだけど。あ、さっきのもあれで、もう OK ですか。うん、話してましたね。行きつけのカレーのお店あります。俺あるんですけど。ありますよ。あ、行ってたね前。うん、職場の人。もうぜひ、うん、那覇市のソベだったかな、はい、にあるゴカルナに行ってください。ゴカルナに。ゴカルナ。ゴカルナ。超美味しいですよ、多分。ゴカルナ一番うまいと思いますよ。ゴカルナ買いとこう。有名ですよ、多分あの某有名なグルメの、うん、そのサイトにも、うん、はい、食べログ1位だったりしますよ。これはインド人ですか？いや、日本人ですけど。
月一で週替わり、あの月でカレー新作作ったりするんですけど、あ、月で面白い、月一ってプラスオリジナルラッシー、ラッシーわかります？ラッシーわかります、ヨーグルトの、あれもオリジナルで作ってて、毎月一で食べてました。ハマった時はもう月一ってちょっと弱いな。いやじゃなくて今月の新しいカレーを前が食べに行った知らない。なるほど。ただ持ち帰りしかしたことない。店で食べたことないんですけど、お店で食べるのとやっぱ違う。全然違う、ね、全然違う、ね、それはそれで別だ、ね、どっちがいいの？いや絶対お店で食べた方がいいですよ。あ、そうだね、雰囲気で、雰囲気で。銀皿の銀皿です。いや、わからないな、この二人は。ギャン皿。ちょうどあつしさんから、はい、あのおすすめのカレー屋どこですかってメール来てました、はい、カレーのテーマが楽しみで夕飯も食べずに来ました、はい、カレー食べてください。お頭待っててください、はい、これおかずに食っちゃってください。それ待ってたらダメだよ。そうか、そうなん、人任せだからね。しないでくださいね。いいね、いいね。待って、はい、おかずにしないでね。はい。またこんな人。もうすぐ、まあいいでしょ。はいはい、あとこのくんもっと深めます。いやいやいや、垂れ下げていいよ、俺大好きだよ。コメント拾ってもいいんですか？大丈夫ですよ、何でも。マチオ、マチオ58さんでよろしいんですかね、はい、京都にもかどうした？どうした？カモナス、京都にもカモナスって読めなかったけど今。違う、読めてないけど。カモナスという伝統的な京都野菜があるんですが、それも今じゃ丸ナスって呼びますって。はい。あの丸っこいあの可愛いやつ。あ、太っちいやつか。うん、カモナスの方が可愛いのに、ね。ナス。あ、だから多分どんどん出てきたんですかね。ナスいいね。そういう丸いナスが。カモナスだけ。俺は長いナスが好きなんですけど。あ、なんかめっちゃ長ナス？そうです。超長いやつ。そうです。あれいいよね。いいですね。ナス私好きだから。ナス好き。うん。あのベスト野菜大好きベスト3に入ります俺。おお。へえ。おお。1位セロリ。天ぷら天ぷら。セロリ？1位セロリ。あ、珍しいね。セロリ大好き。大好きだけど。セロリ1位、2位ナス、3位トマトぐらいかな。離島の人だなやっぱり。すごい好き。なんか丸かじりしてそうだよね。イメージ的に。全然。何に、まあこれまああれですけど、カレーの話やめよう。ね、カレーの話ですよ。カレーね、おすすめなんかあります、うん、サンチェスさんもなんか行きつけっていうか、行きつけなんかここおすすめの、これ行っていいのかな、やめますか。ね、いいんじゃないですか。まあ北中グスクの、はい、サンスーシーっていうカフェなんですけど、サンスーシー、サンスーシー、寿司の店じゃないですよ。シーパン、サンスーシーっていうなんかあのアメリカの外人住宅を改装して、うん、ああ良さそう、カフェにしてるみたいな感じなんですけど、うん、店内があの何京都系の料理が出るんですよ、はい、はいはいはい、例えばあのカレーうどんとか、ああなるほど、しらすご飯とか、うん、でこのカレーうどん食った後の汁にご飯炊っ込んで、カレーにして食うのがもうめちゃくちゃうまいです。あ、いいかも、大丈夫、うまいです。美味しそう。サンスーシー、サンスーシー、カタカナ？カタカナ。じゃあそれカレーじゃないんですね。要はカレーうどんの、そうそうそう。ここですね。でもこれぜひ食べてほしいなと思って。ああ、なんかサンスーシー。締めって感じですね。そうだね。うん、結構美味しいからぜひ行ってみてください。うん、ああ。でもすごいですよね。うどんにカレー入れた人すごいなと思いますね。ああ。最初にカレーうどんの最初考えた人すごいなと思いますね。美味しいよね。それもね、だしを、だしのね。ね。すごい。めんどくさかったのかな。多分俺最初は始まりは多分なんかなんていうんですか、あのスタッフだけで食べてたやつまかないから始まってそうですけどね。まかないが出てこないんだ。スタッフが美味しくいただきましたの方、はいはい、だからそれから派生したんじゃないかなって俺イメージが、美味しいから、いいよねそういうメニューね、そうそうそう、食べてみたいとか、うん、何かのトラブルってこともあるよ。あ、あるかな、トラブル、トラブル、俺は今日カレー食べるっつって、はい、俺は今日うどん食べるっつって、うん、で食べてた兄弟が喧嘩始めちゃって、うん、カレーが、はい、カレーにうどんが落ちちゃったみたいな、はいはい、これいけんじゃねみたいな。食べてる家族はあのシェフの人の家族なんですか？うん、別にこれ一応仲悪いわけ、この兄弟は、はい、お父さんお母さんと、はい、あの何お母さんが違うわけ、あ、はいはい、ちゃんとした兄弟じゃないんだけど、はい、いつも意見が分かれてる兄弟で、はい、うん、そういうことがあった上で生まれた料理がカレーうどんだと俺は思ってる。なんかなんすかその補足説明いる。その
イボ兄弟それはカレーうどんなんだ。入れますか。ちょっと複雑だし、しかもそうなんだ。複雑かい。それはカレーうどんだなんだよということで、はい、ちょっと早めに行こうかなって思ったけど、ないんですね。曲なしで行くんですよ。曲は行くのかなと思った。曲は入ってなかった。曲なしで行きますか。入ってないでしょ。 USB に入ってなかった。おー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 、はい、じゃああれしましょうかね、うん、一旦ちょっと自分で話区切っちゃったんで、うん、コーナー行きましょうかね。コーナー行っちゃう。もう行っちゃう。行って、うん、やめとけってお前。行きます。ちょっとコーナーしたんだろ。そっからちょっとフリートークしましょうかね。やめとけって。俺カレーの話しに来たんだ今日は。そうですか。カレーの話でしょ。しますか。お時間に細かくなカレーの話したんだ俺は。すげえ俺の聞かした感じのやつが俺に何も話しないんだけどね。俺も司会したくないんだけど進歩したくないけどカレーの話なんだよ、うん、そうだよカレーの話だよ。マジかよ。俺のコーナーカットしてもらっていい俺。ダメだよ。ダメなんかい。楽しみだもん。ボンボン妄想曲。俺はゴリンカレーが好きです。ああいいね。ココナッツのね。そうです。俺もタイ料理で唯一食えますね。最高の味。パクチーダメなんで。あダメなんだ。東南料理がのこの、うん、あんまやっぱあのカメムシの味がするあの香辛料あるじゃないですか。タイのそんな。え何それ。何すか。ほらあのほらカメムシの味がするやつ。え何あれのそれ。 あれですか。あの有名なこあの調味料ですか。うん、なんかパクチーみたいな感じの名前の、うん、ほうほうほうみたいなその中のゴリンカレーとかあの、はい、トムヤムクンとかにも入ってるわけ。へえ。あの東京ファクトリーとかではあの、うん、野菜と一緒にそのタコライス上にかけるやつ。へえ。そのカメムシが美味しいんですよ。カメムシの味がする、うん、その香辛料がまたうまいんですよ。え、そうなんだ。カメムシが味するとか言わないで。あのカメムシの味わかるでしょ。あれが口の中に広がる。やめろ。美味しいやつ、やめろやめろ。めちゃくちゃ美味しい。時間帯がひどい。本当に美味しいんだって。食事中だわ。昔は食べなかったんですけど、うん、やっぱり年取るごとにいろいろ食べれる味が増えてきて、グ、うん、リーンカレーとか。そうグリーンカレーもダメなんだし最初は。なんですかカメムシって。美味しいんだよカメムシは。いやカメムシだから食べねえよ。あナンプラーってナンプラー。いや俺もそう思ったけど、あれは多分違うでしょ。魚醤でしょ。うん、そうそうそう。魚の醤油。あの魚に醤油の醤って書いて、あの魚醤でナンプラー。あ、そうなんだ。カレー作りの巨匠かなと思って。違う、うん、あれスパイスで。我が名はナンプラー。カレー作り40年ナンプラーですみたいな。どこの塔の一番上に。ブルガリさんが、はい、ナス好きか。ナス、うん、お姉さんのことこれからナスこと呼ぼう。あ、お君のことです。はい。あナスコ。何なのナスコ。ナスが好きだけど。おかずや、おかずや。あれすぎない。ちょっとだからナスがサラダ、ナスかもしれん。うわぁ、由来がカモコ、カモコ、カモコ、カモナス、カモナスコ、カモナスコ、ナス、カモナスコ、ひどいな。結果、結果です。もっといい名前お願いします。ポーク、ポーク。サウロの心さん、バーボントカレーのルーをチョコ感覚で食べてみたけど美味しくなかった。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。でも食べたくなるんですよね、ちょっと。わかるわかる。形的に。わかる、なんか。食ってきたっけ。かじって見たことある人はいると思う。絶対あると思う。いると思う。私も、初めてのカレー作るときに美味しそうだったか、あんまりにも。お母さんがいないときに、かじってみたら、しょっぱい。全部食っちゃった感じ。いや、全部は食べない。食べきれない。食べたら怒られるでしょ、カレー出来上がらないから。やっぱり辛いな。うん、辛い方がいいね、俺は。そうだね、うん、ちょっと辛い。もう朝食べたほうがいい。熱いって言うぐらい、もう辛いっていう感じの、苦手なカレーがいいな。なんか甘口食べきれなくなってる。へぇ、うん、大人になったんですよ。ねえ、ちょっと辛い方が。やっぱ辛い方がね、うん、食べてる感じ。食べてる感じだし、水がまた美味しく飲めるし。あ、水ね。水飲んじゃうんですね。水飲んじゃいますよ。ガンガン飲むね。俺の友達、辛いの大好きな人は、はい、全部食べ終わるまで一切水飲まないっていう勝手なルール作って、どういうの？食べたろ。それを飲んだらもう負けらしくて、要は辛いカレー食べてる。絶対マックスの辛さのカレーを頼んで食べるんですよ。頼む、友達は。どういうの？で、絶対一切飲まない。飲んだら負け。っていうルールを作って、自分で。そうそう。で、体にメリットがあるな、それ。汗だくで食べてますよ。辛い辛い言いながら。すごいな。辛いなーって言って。それがドラムなんでしょうね、彼の。そうそうそう。あれは、よく、カレーを食べた後、スプーンを、うん、その、水で洗って、うん、最後にそれ飲むって。は？ええー。誰誰？ええー。マジ？
ていうのがたまに何かやってたんですよ、うん、これちょっと俺嫌だなと思ってカレー水にして最後飲むって無理それ、島根カレー水です、ちょっと無理だわ、なんすかこのカメムシからのひどい話は、あのカメムシのやつ美味しいんだって本当に美味しいから、いいよカメムシの話は、カメムシといいダース感覚でカレー食うというカレーを食べるみたいな話はダースに見えるからってブルガリさん、海上自衛隊にいた時は護衛船のカレーは最高にうまかった、やばそう美味しいらしいねよくなんかねなんか聞きますよね、スカの何何護衛艦です、なんて護衛艦、あごめんじゃあ本当にさ読めない人はあの宇宙戦艦の艦ですかごめんなさいなんて読んだろう護衛船護衛艦あの艦護衛艦でなんかちっちゃい感じだね護衛艦護衛艦ですあ、シンガポールの人違うね誰ですかひとみんいや、カモナスコですひとみんです、うん、今日はカモナスコですねやらせてよカレー食いたくなってきたなだからね、だからなんで今日カレーないのこれあとカレー食べますかみんなでひとみんカレー食べんだけどこれえ違う、プロテインです、あ、すごい濁ってる水だったから泥水でも飲んでんのかな透明だからちょっと色がほら沖縄のカレーでしょ色が似てる色がにすごいような水を飲んでるんだそうだね、色汚いな何したったドリンクですかこれ飲み方いますかよ、泥水好きな人の中には泥水じゃないんだ、何だこの汚い話だからカレーの話してるカレーの話しましょうなんか隠し味的なもん入れます、秘密のなんかやつ、あーコーヒーとコーヒーのね粉とかまずチョコレートリンゴとか言いますよ、うん、一般的にね、うん、チョコとか聞くけどね、うん、チョコもね、あの味噌、あ味噌も聞きますね、赤味噌コクが出るみたいな、あのねカツカレーとしてかける使うと美味しいの、その味噌を入れてカツカレーとしてカツカレーとしてカツカレーのルーとしてカレーそう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 、どういう意味ですか味噌カツってこと、まあ味噌カツ、え、それに近いことね、味噌カツみたいな、うん感じになるのかな、リトルパニック味噌カツ、味噌カツってカレーでもないですよねあのとんかつの味噌ソースですよね、そんな感じでそうそうそうってことで、そうそうそうって投げやりかい濁った水から投げやりかいじゃあなんかカツカレーあのそうなんかカツカレーのカレーのルーに味噌を入れると、うん、合うわけ、だいぶ到着が遅れましたねちょっと怒ったな、グダグダだな、説明が難しかった、はい、サウルの心さん、幼い頃土曜日はよくカレー食べてた、土曜日限定なんだ、うちも土曜日だった、そうなんですか、うん、やっぱみんな家族家にいるからかな、そう、友達働きでいっぱい作れるしね、土曜日があの両親休みだから、はい、朝から作れるの、はいはい、まあ、カレー作ったら多分両親も楽ですよね、うん、そうそう楽だ、次の日までいけちゃうみたいな、うん、休みの日でもね、うん、もう作らないで済みますか、土曜日ってカレーだったか、うん、でも俺お母のカレーがうますぎて、うん、一回全部盗んだんですよ、はい、盗んでピクニックに出かけたんですよそれを持って友達とみんな俺お前のカレーマジうまいからっつって、はいはい、多分それお母が今まで見たことのようにくれてあんたカレーどこ行ったのってあ、もうバレたんですか、あなたってもう目星はつけた、目星もついて、いつもうまいうまいって食うから丸ごと盗んで、そうか本人いないからね、全部タッパーに入れて持ってったわけ、あ、全部全部丸丸、はい、そしたらお母からしたら今日の夕飯はもうカレーっていう、うん、頭があるさ、そうだね、買ってきたらカレーがないとそこから買ってきてあんた盗んだでしょってそれ怒るわ、時間かかるんですか、おいしいんだよって言ったけどダメだった、ダメでしょ、死に怒られた、飯ないんだからご飯だけで食べてみたいな、サンチェス今度持ってくるよ、うん、パキスタンカレー、おーいいね、すごい美味しそう、デミ美味しい、その話してください、さっきの話、そうだね何のカメムシの話は、ね、カメムシ子 ね、 そうね、誰よそれということで、うん、私のコーナーに、あ、カラーの話もしたんだ俺、やめてーもうさっきまで進行嫌だったのに、みんなつなげようかやっちゃってということでいきたいと思います、モンモン妄想曲、妄想曲が、じゃないや、妄想が巷に溢れ返っている昨今、皆様の妄想を一緒に叶えてみませんか、私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現する月一コーナーとなっております、うん、皆さん妄想されてますか、最近は、してますよ毎日、うん、してますか、毎日してます、うん、はい、広がらないということでまあ広がらない、広がらない、広がらない、自分で聞いておっと忘れておりました、はい、私の自己紹介どうだろうな、これは金の妄想、銀の妄想、
すべて私の妄想です。妄想勤労の高見と申します。はい、わかりません、ね、しっかりこのような絡みをしようぜはいということで、うん、今日はですね、うん、いつもと違う、もんも妄想曲となっておりまして、うん、私が考えたシナリオをですね、うん、2パターンで、うん、話してもらいますと、演じてもらいますということで、はい、うん、まずはですね、普通のパターンの妄想をまずは皆さんにお聞かせしたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。ではスタート。夏真っ盛りの7月、森の中で空に響き渡る鳥の鳴き声、耳を澄ましてみるとある声が聞こえてきた。もう帰っていい？いいじゃん、もうちょっといても。怖くないの？全然、私慣れてるし。なんでこんなところまで来ちゃったんだろう。ほんと男なのに気が小さいな。せっかく一緒にいるんだからしっかりしてよ。そうだね。ねえ、私を見て何か気づかない？気づかないって、何が？何がって、本当に気づかないの？ごめん、本当にわからない。ここ匂ってみて。え？いいの？いいから早く匂って。あ、めっちゃいい匂いする。でしょ？あのさ、もっと近づいていい？別にいいけど。俺この匂いめっちゃ好きかも。ちょっと近づきすぎだから。あ、ごめん。変なこと言ってもいい？何？舐めていい？はい？今なんて？舐めたい。いや、別に嫌じゃないけど。ダメだ、止まらない。もうバカなんだから。すると虫かごを持った親子が近づいてきた。ねえお父さん、あの木に大きなカブトムシがいる。どれどれ、本当だ、大きいね。いっぱい木の蜜を吸ってるね。カブトムシはこうやって発酵して甘くなった樹液を舐めて生きてるんだよ。虫かごにカブトムシを入れた親子は森の中へ消えていくのであった。子供酔っ払ってんの？大丈夫？なんか子供のテンションがちょっとちょっとねちょっと待って、これしかも BGM、 これすごいな。ツイキャスで聞こえないのが残念だなってぐらい面白いね。皆さんいかがでしたか？演じたかうん、まあちょっとオーソドックス。嫌いじゃないです、うん、嫌いじゃないよこの方向ギリギリのラインってる、そうですね、ということでカブトムシと、木の話 ね、樹木の蜜を舐めているカブトムシのお話でありました。うん、という、通常バージョンなんですが、うん、はい、実はですね、うん、今回ちょっと次はセリフだけ、うん、親子のセリフは抜いてですね、うん、2人のセリフ、カブトムシと、樹木のセリフ、うん、だけを関西バージョンで、うん、ちょっと読んでみたらですね、関西弁バージョンですね、うん、絶対俺うちなぐちなるよこれなりそう。そんなまり言い方したんですからね、一応1週間なので、そしたらですね、全然印象が変わりますので、うんうん、ぜひお聞きください、はい、では私のセリフからスタート。はい、どうぞ。夏真っ盛りの7月、森の中で空に響き渡る鳥の鳴き声、耳を澄ましてみるとある声が聞こえてきた。ああ、もう帰って。ええやん、もうちょっといても。なんで、怖くないの？全然、うち慣れてるし。ああ、なんでこないなところまで来たんやろ。ほんま、男なのに気が小さいな。せっかく一緒におるんやからシャキッとしや。うん、そやな。なあ、うちを見てなんか気づかへん？気づかへんって何がやねん。何がって、ほんまに気づかへんの？ごめん、ほんまにわからへん。ここ匂ってみて。ええの？ええから、早よ匂って。めっちゃいい匂いする。せやろ。あのさ、もっと近づいて。別にいいけど。
俺この匂いめっちゃ好きやねん。ちょっと近づきすぎやから。あ、そのなあ、変なこと言うともええ。何？舐めて。はい？今なんて？舐めて。いや別に嫌やないけど。あかんと思わへん。アホやな。ねえねえじゃないわ。素晴らしい。え、ここで止めるの？ここで終わりなんだ。ここで終わります。あ、ここで終わりなんだ。もったいない。ます、うん、ちょっと言われたことも聞きたかった。マジかよ。ごめんなさい。俺そうなの、すいません、うん、もうアホやな。俺大丈夫？俺うちの口っぽくない？やっぱり今せっかく始めようとしたんだから。始めようとしたんだ今。このがこういう流れになるとは。結局やらないでやるの。結局もうサンチェスさんが言っちゃったからもうやめましょう。じゃあお父さんからでいいよ。せっかくの。あ、やります、うん、あ、するとからでいい。わかりました。すると虫かごを持った親子が近づいてきた。ねえねえお父さん、あの木に大きなカブトムシがいる。どれどれ、ほんまや、大きいなぁ。いっぱい木の蜜吸ってるやん。カブトムシはこうやって発酵して甘くなった樹液を舐めて生きてるんやで。それにしてもターボ、森の中は暑くてムシムシするな。虫だけに。帰れ。何これ、何だこれ。これ大丈夫？ちょっとこれ向こうだろ、これやばいでしょ。これ大阪の人みんなこんなみたいな。本当にアドリブもひどいし、関西の人みんなこんなみたいな。なんか最後アドリブ入ってたね。待ってください。じゃあちょっと一旦整理すると、俺がセリフまでって言った時に最後までやろうって言ってくださいよ、誰か。いやいや、なんか関西弁はここまでっていう意味だと思ってた。最後は関西弁じゃなくて親子のやり取りをするって思ってたから。そうそう、最後までやったほうがいいよ。やったほうがいいよ。そういうことなんだ。じゃあみんなと意思疎通してなかったのね。俺はセリフで終わるつもりだったんです。みんなコミュニケーションやな、これな。いいよ。じゃあ最後はこんなに面白い感じになると思ってないから。俺しかないのか。自信持ってよ、ちょっと。そうだよ、そこは自信。あなたのコーナーですよ。ほら、なんでやねんってツッコミも入ってる。ごめんなさいね。そうだ、こんなして。これなんかね、BGM 聞こえないからぜひサイマルで聞いてほしいですよね。あ、そっか、聞こえてないのか。そうそう、BGM も、バナさんが結構こだわって、うん、チョイスしてくださってるので、いろいろあるんで聞いてくださいよ、うんうん、あのね、うん、もうもんもん妄想曲してますとね、うん、もう15作品目なんですよ、はいはい、そんななる。結構あのもう一番最初に、うん、10かあのちゃんと作品名の数書いてるんですけど、うん、はい、もうね15個も自分作ったらね、うん、もうないんですよ、ネタが。今ありますって。あるあるある。まだあるから、できるってますね、うん、あるからできる、うん、まだまだ出る。展開同じなんですよ、正直言うと。もう俺それがもうちょっと嫌で、歯がゆくて、ちょっと何か一発逆転っていうか、うん、もうね、鳥山明さんがドラゴンボールに引きずられてるようにですね、もう俺も何かもう必ずね、このストーリー系、はい、作らなきゃいけないっていうかね、この格闘系っていう感じになっちゃいがちなんで、新規ってね、このラブストーリーじゃないけど、なんか逆はちょっと変えたいんですけど、ぜひ皆さんなんかアイディアないですか？2人が前も言いましたけど、3人もぜひ帰って、3人もぜひ帰って、帰っていいんだ、帰っていい？いいですよ、ぜひ俺演じてみたいです。ほんま？ほんま？書くで？うち絵で。もうわけわからん。うち A で。うち A で。全然わからんけど。下手。下手だね。関西の人怒ってるだろうな。ブルギーさん、何言っとるんや。男はアホなくらいがちょうどええんや。そうやで。男はみんなアホやで。俺好きなあるんだよな、セリフで。何なんかちょっと好きな。どれだっけな。ちょっと何それ。あ、関西弁ですだ。どれだっけな。まあまあ考えてるうちにもう終わりますか。局長のあの趣味が今。ええから、はい、早匂ってかな、やっぱり。お前アホだな、本当に。本当にアホだな。やっぱり自分のことうちっていうのいいですよね。あ、それはちょっとグッとくるね。うちっていいですよね。いいよね。うん。俺あかんが来るな。あかんもいいですね。あかん、あかんね、うん、女性から聞いてもやっぱいいなと思います。いい、うん、使いたいなって、うん、
それがちょっとやっぱり関西弁になるとちょっとセクシーじゃないけどちょっとやんちゃの2人が森に来てるってなって、うん、標準語になるとどっちも初めてのなんか初めてお付き合いしたっていうか、うん、なんかちょっとまだ付き合ってもない友達っていうか、はいはい、っていう感じがやっぱ、うん、言葉は違うだけ全然違うなっていうのが分かったのかな、うんね、ちょっと雰囲気違うね全然違うなっていうのができたので本当に良かったと思います、うん、すいません最後グダグダでということで、うん、もんもん妄想曲私もんもん妄想曲局長高見がですね皆様の妄想をぜひ募集しておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスは avic@fmiginowan.com avic@fmiginowan.com までよろしくお願いいたします。よし以上もんもん妄想曲のコーナーでした。はーい、やいはやいはやいはですね。たくさん拍手いただいてますね。ありがとうございますよかったね。優しくてみんな面白かったよ、うん、今日俺今日のうん、皆さんどうでした今日の1時間俺ちょっと俺なんか自分のコーナーもだけど、うん、楽しかったかな大丈夫かな、うん、楽しかったよ。よかったよかった。コメントいっぱい来てたけど、うん、あよかった、ね、拾えてたかな、うん、はいはい、うん、ということで、うん、一旦ですね、はい、言うこと言いますか FM 機能湾から 79.7MHz でお送りしております ABIC の ABIC リラジオエンディングが近づいてまいりました近づいてっていうかということで近づいたというかエンディングだからね。そうそうです。今週の視聴者プレゼントビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします、うん、プレゼント希望の方は avic@fmiginowan.com avic@fmiginowan.com にお名前住所プレゼント希望と書いて送ってください。はい、で先週募集しました、はい、港川源人うちわ、はい、見せてあげてください。3名様なんですが、はいはい、応募ゼロですね。やっぱそりゃそうでしょこのナイスなデザインの欲しいけどな、見えてるか。いや欲しくはない、なぜ欲しくないの、うん、3人あんまり欲しくない、うん、このシンプルガンガラの谷って見えてるしうちわたももらえるんですよ、ね、ただあこれ買ったんですか。買ったよ。あそっか。これいくらしたんですか。200円。言わないで200円か。言わないでよ。買うな俺だったらこれさ顔がちゃんと入りきってないところがなんかさ最悪送料の方が高いかな。何だろうねこれ。どこ見てればこの人すごい遠いところ見てるよいそうだな。まあなので欲しい人はご一報ください。こんな人いるのとかだね、うん、あでもこれさ防犯になりそうじゃない。なんでしょ。防犯に通報されるわ。そうなことなんかさ夏祭りの浴衣でさ、うん、腰らへんね、こう刺しててさ怖い怖い怖い、ね、お女子の人やる気は危ないから本当にその女の子と一緒に歩きたくない本当に歩きたくない本当に嫌。絶対犯人見てないからねこの人かもラスコだろ、うん、絶対お便りくださいね欲しい人ははい、お便り宛先はあ、さっきのとこと一緒です。あ、一緒です、はい、適当なのさっきのとこと一緒です、うん、どんどん募集してく、応募してください。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、うん、片枠解体に小さな革命解体リングの株式会社条件以上各社の提供でお送りしました。そして次回のテーマのお時間です。読んでみましょう。やっぱりやっぱりうわーやっぱりやっぱり今何してるかな。おー久しぶりだね。久しぶりだね。どうした今日のテーマカレーどんな。うーんあんまりカレーの良さが伝わらなかったかな。そっかやっぱりラッパリはカレーとか食べないよね。カレー大好き。大好きなの。喉越しが最高。喉越しが飲んでるんだ。喉から垂れてるよね。でも全部飲んでる飲んでるの。全部飲んでる。飲んだらどこに行くの。飲んだら地面に行く。行くんかい。そこ地面に垂れるんかい。やっぱり苦しくないからね。ということで今日はひとみに弾いてもらいましょうかね。あー OK です。やった行くよ。えーいパッチ黒が出ました。黒が出たということは、うん、来週のテーマは、うん、お父さんとの思い出です。あーいいねー。お父さんとの思い出なんかいいね。おへーらしくないけどなんからしくないなんだろう打ち合わせの時と全然匂わなかったな打ち合わせなんかさ、うん、なんだったドアノブですドアノブはちょっとやめたらドアノブになりそうな感じだったんだ。ドアノブはちょっときついです、ね、なんか前のさナッツと同じ現象ことになりそうな。ナッツからと来たら辛いです。そうよね。話がしたいです。いい流れですね。やってみたいね。はい、いいねいいね。ぜひお父さんと名前でも。ぜひ。ハバネシアと FM ギノンパットクマでお願いします。お願いします。じゃあ返信戻します。はい。
えい。おーマイガーシュ。じゃあバイバイ。バイバイ。さよなら。はい、お父さんとの思い出ということで。素晴らしい。いろんな思い出がいっぱいあるでしょう、うん、はい。あんなことやこんなこと、うん、お父さんに泣かされたこと、うん、お父さんをね、うん、お父さんをってことがいっぱいあると思います、うん、そうですね。いろんな思い出送ってきてください。はい、なるほどな。お父さんの思い出か、うん、意外にあるでしょ。いやー、皆さんお父さんだ、これ今お父さんの話をしてる。危ない危ない、今のダメだよ。いや、うちのお父さん寡黙だから。あ、そうなんだ。面白いことあんまないんだよな。面白くなくてもいい。いいんだよ。いいんだよ。そうそう。まあまあ、あ、ケンシー高飛車さん。お、いらっしゃいませ。うちわとかけまして。はいはい。あ、まあこれにかけるんでしょう、ね、はい、だから、うん。あ、ごめん。まだ来ないから。ちょっと。どういうこと。ちょっと。あ、かけましてまでしか来てないんだよ。かけまして。あ、なるほど。先走っちゃったね。じゃあお父さんの話するか。あ、俺らで考えましょう。うちわとかけて、なんかちょっと。あ、いいね。今早く来るまで。あ、うちわとかけまして。まあ、これ答え出るまで待ちましょう。多分あと2本ぐらい出ないよ。これはあるパターンで。ケンシーさん、うん、残り1分半です。ちなみにあと、もまだ最後の番組紹介もまだやってないんで。あ、そうなの。そうだ、告知しとこうかな。ちょっと待って、ちょっと待って。あのね、ピーターパンっていう舞台がね、夏休み企画、あ、家も来ちゃった。ちょっと。うちわとかけまして、新宮家叩きます。はい。その心は、愛はないといけません。うまい。うまい。うまい。愛がないといけません。ピーターパン見に来てください。ピーターパン見に来てね。あの、そう、中学生までは無料なんですよ。最高。だから、夏休み、どこ行こうかって迷ってる親子。うん、ご家族はぜひぜひ我が町の小劇場へ遊びに来てください、うん、はい、また詳細についてはフェイスブック、私のフェイスブックでお知らせしますので、うん、ご覧になってください。はい、この後はアニマン兄貴のクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで、引き続き FM 沖縄をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。来週はオーガスト。お父さんの思い出送ってきてください。お父さんとの思い出か。いいなぁ、お父さんとの思い出。ないな。あのお父さん絶対あれされます。お父さんいっぱいあります。もっとやってください。じゃあその後はさ、お母さんとの思い出もやっていい。 ありがとうございました。ではまた来週。放送禁止になりそうなぐらいの。そうなのね。あれでいいじゃないですか。思い出がいっぱい。探偵ナイト作るの。あ、いいね、はい、あれしてください。また